ごきげんよう、山口あゆきです。今日は同期の桜を歌いたいと思います。昭和14年の曲です。この曲、大東亜戦争のその時代の頃によく歌われていた曲です。華麗に散っていく当時の方々の風景だったり、その思いを、この曲にたくさん込められているんだろうなと思います。今のこの令和の時代にもしっかり引き継いで歌わなければならない大切な曲だと思っています。でこの曲を作られた作曲の方が大村能生さんという方です。そして作詞、詞を書かれたのが西条八十さんです。でこの同期の桜の歌詞はすごくリアルに描かれているなって私自身感じましたし、男の方がこうね勇ましく歌うっていうのもすごく素敵なんですけども、あの当時はねいろんなね方々が軍歌や戦時歌謡、唱歌同様歌われていたということなので、ギターで思いを込めて歌わせていただけたらなと思います。それでは、聞いていただきたいと思います。少しちょっと画角が変わってしまったんですけども、お気になさらずに聞いていただけたらなと思います。